福岡県内では昨日新たに9人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。6日連続で10人を下回っています。福岡県によりますと、新規感染者9人の内訳は福岡市で4人、久留米市で1人、県管轄の地域で4人となっています。福岡県が発表した第5波の感染状況についての分析によりますと、第5波の感染者数は3万8386人と第4波の 2.3 倍に拡大しましたが、重症者数は4割減少し、死亡者も半分に抑えられたということです。また感染者に占める50代以下の割合が 65% と第4波に比べて倍増しています。佐賀県では昨日新たに2人の感染が確認されています。